皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は一般の視聴者様を占った結果、依頼者番号56番のですね、50代一般女性の方を占った結果をお届けしたいと思います。最後までお付き合いください。で、今日のですね、依頼者様56番のですね、女性なんですけれども、 LINE で無料占いのですね、ご依頼をいただいた際に、ちょっと依頼文みたいなのをね、書いてくださるじゃないですか、皆さんね。で、かなりですね、波乱に満ちた人生歩まれてるようですので、ちょっと見バレしないように気をつけつつ、一部をご紹介してみたいかなと思います。こちらでございます。はい。ちょっと一緒に読み上げてみましょうか。YouTube 拝見し登録させていただきました。お時間があれば、生命判断をお願いいたします。で、ここに依頼者番号56番って書いてありますけども、ここにね、依頼者様のお名前、フルネームが書いてあって、でお名前が33画なんですって。で、ちなみに、生年月日も合算で33。はい。で、両親、養父母、30年連れ添った夫とは、すべて縁が切れました。はい。人間不信になりましたね。そして、実の両親は、父親の浮気で離婚したそうです。二人とも顔も知らないです。多分二人ともっていうのはお父さんのこともお母さんのことも顔を覚えてらっしゃらないんですよね。で、すぐに養女に出されて、養父母は離婚せずに他界したそうです。はい。だから育ての親ももう多分ご両親とも他界されてるそうなんですよね。で、離婚してからは絶縁しています。はい。で、この離婚してからは絶縁していますっていうのは、このご依頼者さんが、この30年連れ添った旦那さんと離婚して、その後、まあ離婚したんだったら、うちに帰ってきなさいというふうに、まあ育ての親からですね、言われたんですが、まあその、まあお子さんもお孫さんもその頃もいらっしゃって、で、またね、離れた場所で生活してたもんですから、なので、ちょっとね、そっちでの生活もあって、ご本人のお仕事もそうですし、お子さんたちのね、学校とか、お仕事とか、お孫さんの学校とか、そういうのもあったんでしょうけどもね。はい。まあ、いろんな理由で、ちょっとその、戻れないというお返事をしたら、そこからは、もうこの育ての親からも絶縁されてるんですって。で、続きまして読み進めてみましょうか。私の離婚理由は、元夫の5度目のギャンブルによる借金です。仕事は真面目で、お酒も全く飲めない、出世も早い人でしたが、ギャンブル依存症だったと、後から分かりました。娘たちの結婚式も終わり、家のローンも終わったところで離婚となりましたということで、まあ、いわゆる熟年離婚ということですよね。でもね、もう立派に、娘さんたちも、結婚もされて、で、お孫さんもね、いるとのことでお話しいただいてますんでね。まあ、お若いのにお孫さんまでいらっしゃって、本当に羨ましい限りなんですけれども。ただやっぱりこの、まあ、実の生みの親と、育ての親と、まあ、あとは旦那さんとの、そういった家庭運においてですね、やっぱりちょっと相当波乱に満ちた人生を歩まれてらっしゃるんで、で、ね、このご依頼文ご覧になってわかる通り、依頼者様自身もね、結構もうスガッティチャンネルご覧になっていただいたからか、もしくは、もともと占いに詳しいのか、あるいは、まあ、飲み込みが早くてね、こう、ちょっとスガッティチャンネル見たところで、すぐ理解して、で、33画とか、あとほら、生年月日のことも言ってるじゃないですか、合算で33とかってね、このスガッティチャンネルでは私ほとんど生年月日のことって触れてないはずなんですよ。でもね、250何本か動画を配信させていただいている中で、1回か2回ぐらいかな、生年月日について触れてるんですよね。そのカバラー数秘術っていうんですけれども、まあ、スガッティ自体はそのカバラーは専門外なので、詳しいことをお話しできないんですけれども、カバラー数秘術のことまでね、触れて、で、生年月日まで計算されてるっていう、この飲み込みの速さ、ちょっと驚きですけれども。だからもしかしたら、占い師としてのセンスというか素質というか、あるんじゃないかなと思うんですよね。それでは、じゃあ、依頼者様のですね、出生名を見てみましょうか。こちらでございます。はい。やっぱり依頼者様がですね、ご自身で数えた通り、総画は、ダントツ下げ丸ランキング1位の帝王数33画なんですね。はい。やっぱり計算も間違ってなかったですよね。で、依頼者様のこのお名前、まあ漢字2文字ですけれども、1文字目、この12画の漢字ってあるじゃないですか。これって
一回ほら、LINE のね、私とこう、やり取りしてる間に、ちょっと私から、ちょっとお名前を間違えたというか、ちょっと私、新事態の方で、こう、ね、こう、メッセージを送っちゃったんですけれども、で、依頼者様の方から、いや、まあ、正しくはこっちの、文字なんですっていうんでね、訂正していただいたことが一度あったんですけれども、そうなんですよ。ちょっとね、微妙に違いますよね。ただ、文字っていうのは、旧字体で、このご依頼者様のように、こう書いても、あるいは、スガッティが一度間違って訂正していただいたように、ちょっと略して、書いても、いずれにしても、これ12でカウントしますんで、だから、簡単な方のね、略字を書いたところで、この占い結果が変わるっていうことはないです。生命判断っていうのは、この、印象力って私言ってますけれども、たとえ、こう、略して書いてもね、画数っていうのは、この、統計を取った頃の画数っていうんですかね。だから、今で言う旧字体なんですけれども、それでカウントするんですね。だからこう、ほら、つなげ文字みたいに書いたら、画数が減るとかね。あとはほら、無理やりこう、1個点足してさ、たまにいるのが、王じゃないや、あれ、土ね。土っていう字に点が入ったりしてるオタクありますよね。実は、スガッティの祖父母も、土屋って言うんだけど、土屋の土が、こう、点が入るんですよ。だからといって、その点が入ることで画数が1個増えるとか、そういうことはないと思ってください。ただまあ、流派によってはね、この点を入れると、画数操作できますみたいな、流派もあるにはあるんですけれども、スガッティはそれって印象力にはならないと思ってるんですね。やっぱりその文字その文字の画数ってもう決まっちゃってますんで、土の字は三角なの。点入れようが線入れようが、土は土で三角なんですよね。だから依頼者様もですね、これ簡単にこう、スガッティが間違えたように、こう、一個点をですね、こう、少なく書いても、12画で、これ、カウントされる文字なんです。なぜなら、この生命判断っていう概念ができた頃に、こう、統計取ったんですね。文字ごとに、こう、名前ごとに、画数ごとにね。その時に使われてた、字面というか、文字の画数だからなんですよね。だから、今の時代になって、新字体のね、画数で書いても、旧字体でカウントするっていうのは、それが理由なんですね。だから、スガッティ、その新字体っていうのは、あれは流派じゃありませんよって言ってるんですね。はい。ちょっと、生命判断の本文に入りましょうか。まあね、その、双角、33角は、もう、下げマンランキングダントツトップで、で、このようにね、発育不全とか、あとは脳の病気、あとは心臓や血管系ですね。そして、まあ、男に潔癖。そして死別っていうキーワードもありますよね。まあおそらく別れた旦那さん、まあ聞かせていただいた画数でね、見たら、まあ案外いい画数なんですよね、旦那さんもね。だから死別っていうことはおそらくないんでしょうけれども、でもね、やっぱり下げてしまったのは、まあ依頼者様にも責任がないわけじゃないと思うんですね。ただまあ、別れた旦那さんの画数は簡単に下げられるような数列じゃなくて、結構なね、大吉数です。だから、まあ、あれは自滅なんでしょうけどもね。っていうか、遺伝もありますよね。依頼者様も本文で言ってたけれども、やっぱり環境ですよね。ギャンブル依存でね、離婚したということですけれども、話によれば、その、別れた夫のお父さんも、やっぱりギャンブル好きで、で、まあね、そういった環境で育ってしまった、まあ、元夫は、死んだ、まあ、父親と同じようなね、ルートを辿ってしまったんでしょうね。で、大事業数と戦う戦士の18角の2ペアでございます。まあ、2ペアは必ずしも悪いことじゃないんですけれども、やっぱり女性がね、このように帝王数みたいな強い数字を双角に持ちつつ、戦う戦士の数字とか持っちゃいますと、やっぱりちょっと攻撃的になってしまいやすいのかなっていうのがありますよね。とはいえ、まあ、15角は円満っていうキーワードが2つありますんで、まあ、その辺でこう、二重人格というか、多重人格というか、ちょっと場面場面でですね、印象が変わるような人だったんじゃないかなと思うし、ちょっとこう、切れるまでは、怒るまでは長いんだけども、怒るとドーンと、もう、サジを投げちゃうというか、ちょっと爆発的な怒り方をしちゃいそうな気がしますよね。あと、そうですね、依頼者様がちょっと、ちらっと触れてくれた、まあ、生年月日ですね。生年月日、足してみたら、やっぱりそうですね、33になりますよね。33っていうのは、マスターナンバーです。これまあ、双角の33と、まあ、生年月日の33。だから、こう、引き寄せられたんかっていうと、まあ、多分違うとは思うんですけれどもね。ここは多分、まあ、たまたま偶然なんだと思うんですけれども、まあ、でもそれにしても33が非常に多いですよね。まあ、カバラでいう33角、マスターナンバーの意味合いっていうのは、まあ、無償の愛ですから。はい。宇宙エネルギーとのね、こう、交信とか、
無償の愛とかっていうね、ちょっと地球の次元を超えたレベルのエネルギーとか、まあパワーとか、そういった選ばれしオーラみたいなのをね、持った数字ですんで、だからより一層ね、依頼者様ね、占いに適してるような気がするんですよね。お仕事何されてるとかちょっと聞いてないんですけれども、趣味でもしかしたら占いでも覚えたらいいんじゃないでしょうかね。ただ、生まれて間もなく、まあご両親の都合で、ご両親が離婚してしまって、で、養子にね、預けられたということなんですけれども、その養子縁組された2歳の段階で、こちらの数列に変わりました。はい。こちらもですね、まあまあ、結構なね、大吉数で素晴らしいじゃないですか。まあ、2歳から20歳までこちらを名乗ってらっしゃったということで、まあ、ほとんどこちらの数列が影響してるんじゃないかなと思いますけれども、とはいえ、出生名っていうのはね、宿命数ですから、一生背負っていく宿命にあるんですね。双角は独立独歩の37角ですね。このスガッティチャンネルだと最近では橋本聖子さんね。はい。新しくオリンピック大会組織委員会の会長に選ばれた橋本聖子さんが37角だったりしましたよね。まあ、とても頑固で気が強くてストイックなスペシャリスト数ですね。ただ、今度は、丸2番ですね。下げマンランキングワースト2。今度は、先ほどは1位でしたけども、今度は2位の数字ですね。おじさんおばさん数、23角とか、あとは、丸3番もね、これが、家族愛が育めない、家族疎遠数ですね。家族同士がバラバラになっちゃうっていう数字ですね。まあそういった数字を持つことにより、丸1番の別れの象徴22角、こちらも影響してしまいました。だから、まあ依頼者様はね、その、生みの親とも、もう、顔も覚えてないぐらいの、縁の薄さ。そして、まあ育ての親ともね、絶縁。そして30年連れ添った旦那さんとも離婚ということで、ちょっと家族愛にまあ恵まれにくい素質をですね、まあ背負ってしまったのかなという気がします。で、こちらの数列の注目すべき点はですね、名字の一文字目の漢字です。先ほどは名前の一文字目の説明しましたけれども、今度は名字の一文字目ね、これは、ほら、通常ね、この書き方しない漢字なんですよね。なんて言うんだろうな。これは、異体字って言うんだけど、まあ、旧字体とは違うんだけども、なんて言うんでしょうね。まあ、別の書き方しますよっていうね。あ、ちょっと今、手で書いちゃった。そう、そういう字なんですけども、まあ、これだと11画なんですが、一般的な、この1文字目のね、一般的な書き方すると、10画なんですよ。で、世の中の人は、依頼者様を見て、まあ、20歳までの話ですけども、ほとんどの方が、こっちの文字じゃなくて、一般的な方の文字で認識してたんじゃないかなっていう気がしますよね。まあ半分以上はおそらく普通の字面で認知してたと思うんですよ。そうするとですね、やっぱり 50% ぐらいこちらの数列が影響しますけれども、残りの 50% はこちら。はい。この1文字目が10画になりますので、双角が1個減って36になっちゃうんですね。そうすることによって、ちょっと男運の悪さのダメンズ数36画になるんですね。まあ別れた旦那さんね、まあギャンブル以外はもしかしたらね、お酒も飲まないし、出世も早くて仕事もできて、まあ性格はどうだったのか知らないんですけれども、まあね、30年も連れ添うわけですから、そしてお家もね、もう建ててローンも払い終わったなんて言ってますんでね、かなりバリバリお仕事も成功された方なんじゃないかなって思いますけれども、でもね、やっぱり5回も、そのギャンブルで借金をこさえてしまうというね、まあ、そういう男を育ててしまうというか、そういう男を引いちゃうというか、まあ両方の要素がね、依頼者様にはあったんでしょうね。で、依頼者様は20歳でご結婚されたようなんですが、20歳でご結婚された後の画数がこちらでございます。はい。まあ本当に超偶然なんですけれども、出生名と同じ画数の、というか同じ名字の方と結婚されたわけなんですね。ね、そんなことってあるんですね。だからこそ、また33画を引いちゃったんですよね。もう、はっきり言って、こうなると依頼者様は33画の呪縛に完全に取り憑かれてますよね。もう男に縁のない人生を生きなければならない、もう宿命にあるんですね。だから、おぎゃーって生まれて、出生名でね、この数列を名乗らされたことによって、やっぱりどうしてもそういう人生を強いられてしまう、それが宿命なんですね。なので、もうお孫さんがいらっしゃるとのことなんですけれども、まあね、まあ、まだお若いですから、2人目、3人目もね、また今後、授かるかと思いますんで、もしですね、2人目、3人目、授かった時にはですね、必ずスガッティに命名の依頼をするようにしてください。そうしないと、今、依頼者様は、旦那様を
まあ、失いましたよね。離婚しましたよね。そうすると今度、誰を、食ってやろうっていう風に33画は、こう、ターゲット変えるんですよ。まあ、依頼文を見た感じだと、もしかしたら娘さん2人なのかな？だから、息子さんがいないのかな？息子さんがいれば息子さんに飛び火するし、息子さんがいなければ、お孫さんに男の子ができると、その子を下げに行っちゃいかねないので、だから、必ずね、スガッティに命名の依頼をしてください。例えば、依頼者さんね、自分でも結構ほら、ご自身の画数数えられたりしてたじゃないですか。でも、それっていうのは、この下の名前も画数そのまんまだし、上の名字も画数そのまんまだからなんですよ。旧字体で数える必要性がなかったからなんですね。でこれ、旧字体で数える文字がこう入ってきますと、ちょっと数え方、間違える可能性かなり高いですから、まあ、確認のために絶対にね、スガッティに名前の依頼をするように、娘さんにお伝えください。はい、今日は以上となります。まあ、生命判断というのは統計学ですので、まあ、なんていうかな、この、今回のご依頼者さんほどのね、波乱に満ちた人生の方っていうのは、そんなに統計上多くないはずなんですよね。だから、ちょっと占いの範疇を超えてるというか、まあ、規格外の人生を歩まれてるんですけれども、とはいえ、まあ、このように33のね、呪縛に取り憑かれている人生ですんで、徹底的に家庭運を、こう、引き裂かれてますよね。だから、まあ、娘さんは二人とも嫁がれたのかな、もうね。まあ、それにより、その依頼者様の家系っていうのは、依頼者様の代で家庭がね、まあ、絶滅っていうとちょっと大げさかもしれないですけども、まあ、途絶えてしまう形になるんだろうと思います。だから今後は、まあ、娘さんたち、嫁がれた娘さんたちと程よい距離でね、繋がり続けてくれるといいのかなと思います。ただあまり濃密にですね、こう、ガチッと嫁いだ娘さんとお母様とで、こう、繋がりを深めすぎちゃうとですね、今度、娘さんが離婚しやすくなっちゃいますから、あまりこう、距離詰めすぎないように気をつけてください。今日は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。